ドスタイリストのさっこです。今回はお酒のおつまみにぴったりな塩入り銀杏をご紹介します。今回使う材料はこちら、詳しくは概要欄をご覧ください。では早速作っていきましょう。最初に銀杏を割ります。こちらのペンチで縦に入れて、こんな感じで見えますか？割れ目がここに入るので、こんな感じで割っていきます。では銀杏を切っていきます。最初に割った銀杏を鍋に入れて、少しかぶるぐらいのお水を入れます。ここにお塩を入れて火にかけます。こうすることで銀杏にこのまま火が入っていきます。時々揺すってあげながら水分がなくなるまで煮詰めていきます。テフロンのついたフライパンなどでやると加工が取れてしまうので、フライパンなどは傷みやすくなるので、そういったものは避けてください。このぐらい水分が飛んできたら塩を足して煮ていきます。塩が鍋の底についてくるので、木べらなどでこそげ取っていってください。塩を足してこのぐらいいって、こう銀杏全体に塩がかぶっていて中に火が通っていたら、これで完成です。あとは器に持っていきます。では塩入り銀杏完成しました。もうとっても簡単なので、皆さんご自宅でぜひ作ってみてください。次回もお楽しみに。今回使った便利グッズはこちら、フルベジ銀杏割り。硬いからも簡単に割れちゃいます。